お、団長、少し見ない間にさらに腕を上げたようだな。ならば次の手合わせはもう少し厳しくいくぞ。構えろ。先代のヨゼフ王には何かと気にかけてもらうことも多くてな。今の騎士たる俺があるのも陛下から様々なことを教わったからだ。あれから特に体調に変化はない。普通に暮らしている分には急激に硫化が進行することもないだろう。心配かけてすまない。だが感謝している。団長にビーニー・ルリアか。これから島を立つのか。はい。ジークフリートさんももしかして発着場に向かってるんですか。ああ、硫化の進行をどうにか食い止める方法を探したいと思ってな。あの発作がまた起きたら大変ですもんね。この前も危なかったですし。ランスロットたちは発作が起きた時は全力で止めると約束してくれた。その約束はありがたく思っているし、みんなにはそれを果たすだけの実力があると思っているが、何か俺の方でもできることがあるはずだと思ってな。それで旅に出ることにしたんだ。事情は分かったけどよ、また一人でどっかに行っちまう気か。急に硫化の発作が起きたらって思うと一人は危ない気がしますけど。心配しなくても、グンターの使った術はアルマのおかげで解かれたようだ。今のところ体調に目立った変化はない。普通に生活している分には硫化が急激に進むこともないだろう。だといいんですけど。お前たちにまで余計な心配をかけてしまうとは情けないな。いや、当然の反応か。何がきっかけとなって硫化の進行が早まるかはわからない状態だからな。そうだぜ。だからもうちょっと人を頼れよ。うん、そのことについては今回の件で痛いほど分かったつもりだったんだがな、つい単独で動いてしまう癖が染みついているらしい。困ったものだ。ジークフリートさんはどうして一人で行動することが多いんですか。周りの人たちを信頼してないってわけじゃないみたいですけど。そうだな、強いて言うなら育ってきた環境のせいかもしれん。それについては昔先代のヨゼフ王にもこう言われたことがある。ジークフリート、そなたはことに皆と連携することが増えてというわけではない。的確に指揮を取り、フェードラッヘを勝利へ導く実力は
騎士団長として十分に足るものだ。しかしいざ自分に問題が起き、周囲から手を差し伸べられると困惑してしまうのだろう。過酷な環境を一人で生き抜く強さを持っていたがゆえに、何事も一人で解決することに慣れてしまった。その孤高さがそなたの強さであり弱さだ。世にはよくわかる。持ち前の愛嬌で人の心をつかみ、規律を重んじ、自らが模範となることで騎士団をまとめ上げるランスロット。これと決めた相手に助力を求め、己が理想を追求するパーシバル。それから常におごらず他者を敬い、人の助けになろうと邁進するベインや、先輩の背を見て育つ新世代の騎士たち。彼らから学ばせてもらった。人と人とが手を取り合うことで生まれる力は偉大なものだと。そしてありがたいことに、俺の問題に親身になって考えてくれる頼もしい仲間にも恵まれている。あとは俺がどう変わるか次第なんだろうな。あまり自覚はないんだが。なあジークフリート、ちょっと難しく考えすぎなんじゃねえか。クンターさんを助けたいって言った時はちゃんと頼れてたと思いますし、きっとすぐにできるようになりますよ。私たちもジークフリートさんの問題を解決したいって思ってますし、よかったら一緒に方法を探しませんか。そういう風に屈託なく誘えるのは団長のいいところだな。まあ一人が絶対ダメってわけじゃねえし、無理にとは言わねえけど、今さら気を使うような関係でもねえだろ。解決策が見つかるまでオイラたちの船に乗ってけばいいじゃねえか。私たちだってジークフリートさんの力になりたいんですね。そうか、ならばぜひそうさせてもらおう。団長、改めて世話になるぞ。はい、どちら様で。おお、ジークフリート様でいらっしゃいましたか。ますますご立派になられて。急に押しかけてしまい申し訳ありません。貴殿もお変わりないようで何よりです。とんでもございません。お手紙をいただいてからジークフリート様のご来訪を心待ちにしておりました。さあさあお上がりください。お連れの方もどうぞご遠慮なさらず。すみません、ありがとうございます。すげえ研究者って聞いたからいかついやつを想像してたけど、優しそうで安心したぜ。
B のことはただのトカゲだと伝えてあるから安心してくれ。変に探られることもないだろう。オイラはトカゲじゃねえ。けど気を使ってくれたならありがとな。では行こうか。私は大殺し事件が起きて間もなくフェドラ兵を離れてしまっておりましたから、風の噂で事件の首謀者があなたではなかったと知った時は本当に良かったと胸をなで下ろしました。こうして再び相まみえる時を迎えられたことを大変嬉しく感じております。その件では王都の民や仲間たちに辛い思いをさせてしまいました。みんなの協力もあり、現在はすっかり汚名を返上してみんなと共に戦うことができています。素晴らしい。ジークフリート様のような騎士がいれば民も安心でしょう。ええ、今は後任のランスロットや他の騎士たちがいますから、俺はたまに手を貸すくらいです。ずいぶんと盛り上がってるみたいだけどよ、二人はもともとどういう関係なんだ？私は騎士団の任務について助言させていただいたことがあるくらいですよ。この御仁は竜を含めたフェードラッヘの魔法生物の分野に精通しておられていたな。魔物に不審な動きがあった時に民に危険が及ばないように対策する上で何度もご助力いただいたんだ。俺が騎士団に入団した頃からお世話になっているお方だ。ジークフリート様に初めてお会いした時のことは今でも忘れられません。あれはもう10年以上も前になりますか。武骨で他者との馴れ合いを好まず、本当にこの方は騎士なのだろうかと思わず疑ってしまったほどでした。ジークフリートさんにもそんな時代があったんですね。あの頃の自分を思い返すと面目ないな。当時は騎士として何もかもがなっていなかった。それがいつの間にか騎士団長になり、今では誰もが認める立派な騎士になられました。礼の仕方一つをとっても実に風格が出て大変な努力をなさったのだろうと想像がつきます。すべてヨゼフ陛下のおかげです。あのお方がいたから俺は騎士になることができたんです。ヨゼフ様が？そうでしたか。ジークフリート様を見ているとヨゼフ様が治められていた頃のフェードラッヘを思い出します。名君として名を馳せる立派な王でした。陛下にお仕えすることができたのは実に光栄なことでした。ところで貴殿に相談したいことがあるのですが、よろしいですかな？そうでした。つい懐かしい気持ちになり長々と昔話を。どのようなご用件でしょうか？神竜ファフニール絡みの問題だと手紙には書かれてありましたが。なんと、まさかそのようなことが。おじいさんもこういう話は聞いたことないんですか？残念ながら初耳です。しかし竜の生命力は強く、時に我々の予想を凌駕する力を秘めていることもまた事実。様々な要因が重なったことで人の身に思わぬ作用をすることも考えられましょう。やはり特殊な事例であることに変わりはないか。ある程度予想はしていたが。ジークフリート様、恐れ入りますが
あなたの血液を調べさせていただいてもよろしいでしょうか。対策を考えるにしても、体の状態を知ることが先かと思いますゆえ。問題ありません。むしろ調べていただけるのは大変ありがたく存じます。それと、もう一つお願いが。竜の成分を調べるためには、特殊な薬草を使う必要があるのです。あいにく、その薬草の群生地には魔物が住み着いておりまして、この老体では採取が難しく。そういうことなら任せてくれよ。魔物くらいどうってことないぜ。先にお願いをしたのはこちらです。喜んでお引き受けしましょう。はは、恐縮です。では群生地の場所を記した地図をお渡しします。地図によるとこの道を、あれ、右に曲がればいいって言ってるぜ。にしても結構険しい道だな。特殊な薬草と言っていたからな。この島に自生していただけでもありがたいことだ。そういえばずっと気になってたんですけど、前の国王様だったヨセフ様ってどんな人だったんですか？何か思い出とかあるんですか？今のみんなのお父さんみたいな国王様とは違う感じなんだよな。オイラも話聞きたいぜ。そうか。では俺でよければ話すとしよう。先代のヨゼフ陛下はお前たちも想像している通り強く厳しいお方だった。他を寄せ付けず常に前を見据えて国を治めるその姿は、まさに孤高という言葉がふさわしかった。誇り高きフェードラッヘの臣民諸君よ、よくぞ王城に集まってくれた。今日は諸君らに重大な報告がある。心して聞くように。我が国が誇る王立騎士団は長きにわたり我らを脅かしてきた神竜ファフニールの封印に成功した。恐怖に怯える日々は終結した。皆よ喜べ。我らが王と臣民の勝利である。ファフニールを封印だって？信じられない。強大な力を持った神竜を相手に一体どうやって？そしてもう一つ、諸君らに報告がある。こたびの功績を記念し、我が王立騎士団は黒竜騎士団へと名を改めることにした。そして新たなる騎士団の団長としてこの者を任命することに決定した。ジークフリートよ、前へ。はこたびのファフニール封印にあたり、ジークフリートは危険を顧みず多大なる貢献をしてくれた。その圧倒的な実力は次期騎士団長として十分に足るものである。ジークフリートよ、必ずやフェードラヘを繁栄へ導き騎士団長としての使命を果たせ。ありがたき幸せ。竜の騎士の誇りにかけてその使命必ずや果たします。臣民諸君よ、新騎士団長ジークフリートに祝福を。
彼こそがこの国の剣と盾となり未来を守る者、我らの誇りと力の象徴である。ジークフリート新騎士団長万歳。この国とヨゼフ国王様をどうかよろしくお願いします。とまあこんな感じだった。まさにかっこいい王様って感じですね。それがカール様のお兄さんだと思うとなんだか不思議です。しかしこれはあくまで表の顔で、本当は明るくて気さくな人柄だったぞ。そうなのか。ランスロットたちからもそういう話は聞いたことねえけど。確かにどんな時でも一国の王らしく毅然とした顔を見せていらしたからな。だが俺のように風変わりな男には時折ありのままの陛下を見せてくださったんだ。その夜もこんなことがあったな。陛下、遅くなってしまい申し訳ございません。気にせんでもよい。急に呼び立てたのは世の方だからな。時間は限られている。参ろうか。そのように構えんでもよい。余とそなた以外この場には誰もおらん。騎士団長たるもの、常に誰かに見られているものとして振る舞えとおっしゃったのは陛下ですか？この庭にいる時だけは別だ。余も全ての反動やしがらみを忘れ、束の間の自由な時間を楽しみたい。そなたも余に習え。では仰せのままに。ジークフリート、世はいかなる時でも国王だ。次の代へ王位を譲らない限りはな。しかしたまには本来の自分に戻る時間も必要だと思っている。民衆からは権人不罰の名君と謳われ、鋼の意志で国を治め民を導く強き王を演じ続けるのも骨が折れるのでな。時々こうして夜風に当たり植物をめでていると、王ではなく一人の男になれる気がするのだ。野菜のウィンドラビットか。どこかから迷い込んできたようだな。おいで。そなたに危害を加えるつもりはない。さあ私のもとへ参れ。どうにもうまくいかんな。昔からそうだ。
弟は小動物や子供に好かれるというのに、要はからっきしダメだ。どうにもこのこわもてが恐怖心を煽ってしまうらしい。困ったことにな。陛下でもそのような悩みを抱えることがあるのですね。うん。ここだけの秘密だが、幼き頃からの悩みだ。ウィンドラビットのような小動物は身を守るために警戒心が強く、自分より大きな存在を恐れています。まずは背を低くして威圧感を与えないようにし、向こうから寄ってくるのを待つのがいいでしょう。ふん、こうか。目をじっと見つめると敵意と取られる可能性があります。少し視線を外した方がいいかと。うん、目を見ないように。あ、また隠れてしまった。どうしたものか。失礼ながら陛下、少々必死になりすぎです。陛下が気を張っていらっしゃるので、向こうも警戒を解くことができずにいるのでしょう。危険はないと伝えるためにも、我々が落ち着いていることが肝心です。おいで。よしよし、いい子だ。ほう、これは驚いた。あれほど武骨で人付き合いも不慣れだったそなたが、弱い者の心のつかみ方を熟知しているとは意外だ。それほど大行なものではありません。魔物と戦うときは相手の習性や状態を知ることが肝になってきますから。小動物に対しても自然とそのように振る舞えるようになったというだけのことですよ。なるほど、合点が言った。ジークフリート、やはりそなたは面白い男だな。面白いですか。せっかくの機会です。このウィンドラビットが陛下に心を開くまでお付き合いいたしましょう。ふん、実に頼もしい死を得たものだ。ウィンドラビットに懐いてほしくて一生懸命になっちゃうなんて、可愛らしいです。威厳のある陛下だからこその悩みといったところだろう。俺も微笑ましく思った。この話をランスロットたちが聞いたら驚くだろうな。今度自慢してやろうぜ。さて、昔話に花を咲かせているうちに着いたようだぞ。よし、さっさとあれを積んで研究者のじいさんのところに戻るとするか。あ、行くぞ。かかってくるがいい。おとなしくしていろ。いくぞ。押し切る。さて、お手並み拝見。いくぞ。押し切る。よし、おとなしくしていろ。今のうちに最後の祈りを済ま、一切合切降伏。悪運尽きたな。おとなしくしていろ。力が増している。早くこの体をどうにかせねばな。
夜遅くまで作業をさせてしまい申し訳ありません。よろしければ何か手伝わせていただきますが。ジークフリート様、まだ起きてらっしゃったのですか。剣の手入れをしていたらこの時間になってしまっただけです。どうかお気遣いなく。団長たちは先に寝かせています。育ち盛りの若者に夜更かしは毒ですから。そうですか。ちょうど分析結果が出たところです。お話ししてもよろしいですかな。それは大変ありがたい。ぜひともお願いいたします。結論から申し上げますと、ジークフリート様が危惧している通りでございました。ジークフリート様の血液には竜の細胞が混じっており、少しずつその数を増やしております。今すぐというわけではありませんが、このままではいずれ人の細胞が竜の細胞に食い尽くされるでしょう。やはり俺の体はすでに純粋に人のそれとは言い難い状態にあるということか。そしていずれ俺の体は人の状態を保てなくなると。ええ、大変心苦しい結果ですが、先日硫化の発作が起きた時には自我の侵食や体の変化もあったということでしたが、今の血液状態を見る限り急激な変化が起きるような兆候は見られません。おそらくアルマを飲んだことで竜の細胞を活性化させる魔法が完全に解かれたからでしょう。私の思いつく限り最も適切な処置だったと存じます。アルマを飲ませてくれたあいつらに礼を言わないといけないな。しかしそのアルマでも竜の細胞を完全に除去することはかなわないらしい。万能の霊薬アルマとはいえど、その効果は老化の抑制や病の完全な治癒といったもの。すでに体の一部となった細胞を取り除くことは体への攻撃と同じことですから、仮にアルマをこれ以上飲んだとしても望んだ結果は得られないでしょう。このようなお話しかできず誠に申し訳ございません。謝らないでください。むしろ包み隠さず結果を教えてくださり感謝します。当面の間普通に生活する分には急激に変化が起こることはない。それがはっきりしただけでも十分です。これは竜よけに使われていた薬草を練り込んだ丸薬です。薬草には竜の魔力を抑制する効果があると言われておりますので、流化を遅らせられるかもしれません。それも推測の域を出ませんが、よろしければお持ちください。わざわざ調合してくださったのですか。ありがたく使わせていただきます。研究者仲間にも解決策はないか聞いて情報を集めてみるとしましょう。お暇があればまた経過をお聞かせください。いつでも歓迎いたします。自覚はしていた。覚悟もしていた。俺は化け物じみた生命力を得た代償に純粋な人ではなくなったのだろうと。だが今や俺は祖国の脅威となりうる危険な存在になり果ててしまった。俺は
俺が陛下に誓った忠義を。ジークフリートよ、そなたを騎士団長に任命したのはグンターの推薦があってこそだが、その選択は間違っていなかったようだ。そなたならきっとこの先人を導く栄光の剣となり、国を守る堅牢な盾になれるだろう。そなたのこれからの活躍が楽しみだな。その鋼のごとき固い忠義を信じているぞ、ジークフリート。あの夜、陛下は俺にそう言ってくださった。果たしてこの状況でも俺にその資格があると言えるのか。まあ、一人が絶対ダメってわけじゃねえし、無理にとは言わねえけど、今さら気を使うような関係でもねえだろ。解決策が見つかるまでオイラたちの船に乗ってけばいいじゃねえか。私たちだってジークフリートさんの力になりたいんですね。いや、ヨゼフ陛下やみんなに期待されているからこそ解決策を見つけ出さないといけないな。夜が明けたら団長たちに今日の結果を報告しよう。何をするにしてもまずはそこからだ。